皆さんこんにちは。今回の動画はターマナスでの背番号1から10番とかメンバーに入れそうな選手を予想していこうと思います。この動画を最後まで見ておいてもらった方はどうかよろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。まずは背番号1番から10番を予想していこうと思います。背番号1番は2年生でエースナンバーを勝ち取った川村だと思います。この動画アップ時、川村が先発する予定の2年夏の大会準決勝観光戦ではどんなピッチングをしているのかまだ明らかになっていないので、この試合である決まり立ち直れないようなピッチングをしてしまった場合は完全復活してきたプレイヤーにエースナンバーを許す可能性があります。背番号2番は1年夏からベンチ入りしている奥村だと思います。新チームキャッチャーには福井のカリバー、同級生のユイ、この2名よりかは試合で見切るような主力権リードを取っていたこともあり奥村に選んだ経緯があります。マンゴー3番は1年春夏2大会でベンチ入り、特に夏の大会では代打成績絶好調、まず昨週では守ったことないファーストへユイだと思います。ユイは夏の大会去年の1校へ、アリーチのように今大会代打絶好調、アリーチは去年の夏に活躍したこともあり1年秋の新チームでは背番号1桁でメンバー入りしています。新チームではシラス、ミユキ、マイゾの旧チームでクリーンアップを務めていた選手がいなくなってしまい、ユイのバッティングをベンチに送りはもったいないため今回はファーストを3番にしました。背番号4番は1年夏の大会前に A チームへ合流、しかしチャンスに恵まれず夏の大会はメンバー外、足が自慢のそれだと思います。新チームでは旧チームで足が自慢のラモチがいなくなってしまうため走力が低下、しかし里帰ることによって走力は発表できると思います。背番号5番は2年夏からつけている金丸だと思います。金丸は少し守備に難ありますが2年夏にしてようやく打撃センスが目立つようになってきました。ぜひ新チームでは主軸を打てるような選手になってほしいです。背番号6番は卓球ではセカンドしか守ってきてないカリッチだと思います。アルイチがなぜ6番、つまりショートにコンバットする理由は、アルイチはいつも兄涼介を目標にしていました。2年夏の大会期間中は兄涼介を超えもっと上のランクを目指してくると思います。涼介からももう俺の後を追うなというニュアンスのある言葉も言われたこともあり、アルイチはショートに挑戦すると個人的に思います。番号7番は1番に沢村を選んだことからフリーだと思います。作中でフリーは基本対象に問題なければピッチャーをしないとき外野の守備につき持ち前の打撃に専念しています。新チームの中ではピッチャーでありますが1年争うパンチ力を持っているため新チームでは4番起用もあると思います。番号8番は東條だと思います。東條はここまで2、6、7番と上位打線や下位打線を経験、新チームの選手の中では経験豊富なバッターです。新チームでは切り込み対象やクリーンアップを伏せるのもありだと思います。ちなみに年夏の大会前に東條はピッチャーを復帰しているため新チームではワンポイントでの登板もあると思います。番号9番は現在1年夏の大会では2ホーマーの結城だと思います。結城はあまり守備が良くない、しかしベンチの国はもったいないほどのバッティングセンスを持っていたため昨週では出場機会の多い内野手でメンバー入りさせました。ちなみに結城は一度内野手に挑戦しているためベンチーム指導陣内野の守備練習をし良かった場合は内野の変更もあると思います。最後背番号10番は1年秋からベンチ入りしているピッチャーの金田だと思います。金田はフォークを武器に A チームの練習試合では好投していました。まだ公式戦での登板経験がないため当番ではどんなピッチングをしてくれるのか楽しみです。以上の主が独断と偏見で選んだ沢村大の背番号1から10番を予想してきました。11番からは沢村同級生かつ狩場岡など沢村の引っ越した鏡木朝日など、特に沢村の同級生の中からはもう少し期待が登場すると思うのでどんな選手が登場並びにメンバー入りするのか楽しみです。それでは負けでは先ほどは沢村大のメンバーを予想していったのですが、その予想したメンバーの中でオーダーを組んでいこうと思います。新生制度オーダーはチャレンジしました。1番セカンドスト、2番センター東條、3番ショート春市、4番レフトフリア、5番ライト結城、6番ファーストユイ、7番サード金丸、8番キャッチャー奥村、9番ピッチャー沢村、1番にはこのチームで唯一の主役セカンドを務めしました。旧チームには2年間1番を務めていた倉持がいました。しかし新チームからいなくなるため制度は一気に総力がなくなってしまう。しかし瀬戸が1番を務めることによって総力は補強できると思います。2番には公式でも経験のある東條にしました。東條を1番にしなかった理由は、東條も倉持のように総力があれば確実に1番にしていました。しかし東條に起こした総力が自慢の人がいるため今回瀬戸を1番にして東條を2番にした経緯があります。他にも東條は1年秋の途中から2年春の大会まで2番を務めているため新チームでは安心できると思います。3番には2番で選んだ東條同様昨週で経験のあるアリッチにしました。新チームになると旧チームで3番を打っていた白坂がいなくなるためクリーンアップの層が低下なので選んだ経緯もあります。4番にはピッチャーに専念しなく打撃に専念するためフリアにしました。新チームの中では1年争うパンチ力を持っているため4番的人かだと思います。5番には1年その大会ではチーム1番のホームランを打っている結城にしました。初めは結城を4番にしようと思いましたが1年生に4番を任せるのは荷が重いこともあり今回フリアがピッチャーをしないことからフリアは4番へ、結城を5番にしました。ちなみにフリアがピッチャーだったら結城は4番にしています。6番には1年夏の大会ライズ成績絶好調の結城にしました。
体はそこまで大きくありませんが、公式戦では長打を連発、チャンスメイクやタイムリーヒットを打っているため、相手チームに警戒されにくい6番は責任かなと思います。個人的には三木が2年生の頃の81年の人欲しいです。7番には2年夏の大会に出場役大輝選手の頭角を荒らしてきた金丸にしました。しかしまだまだ上抜けたバッティングは8球では見せていないため、今回は7番にしました。8番にはキャッチャーの奥村にしました。奥村は1年夏の大会メンバー入りしましたが、まだ公式戦の出場経験はありません。現在大のエース聖堂は準決勝を迎えようとしているため、奥村の出場機会をあるかどうか注目です。9番にはピッチャーの沢村にしました。沢村はバントがチームの中で一番うまく、バッティングの方もニューヨーク投手よりかはめちゃくちゃ良くなっています。ちなみに沢村が2年春の大会準決勝の参考戦参考エース天下からヒットを打っています。今後行われる予定の夏の大会準決勝聖堂対参考戦ではどんなバッティングをしてくれるのか楽しみです。以上、今回は沢村大の背番号1番から10番がメンバーになりそうな選手を女子の独断偏見予想し見ていきました。リスナーの皆様、沢村大の背番号1番から10番がメンバーに入りそうな選手は誰だと思いますか？思いついた方はぜひコメントしてみてください。最後にこの動画を見ておいて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタもやっておりますのでフォローの方お待ちしております。